はい、トモコンチャンネルです。はい、今回は、このまたまたね Y32 のセドリックですね、グランツーリスモアルティマを作ってるとこなんですが、今回も少しね、内装とか、ちょっとねボディの方も、ちょっとだけ色、上塗りしました。はい。で、昨日ね、ちょっと、まあこの前回、まあ、動画配信した時の、色じゃなくて、ちょっとね蛍光ピンクと、まあちょっとラメみたいな感じのやつをですね、混ぜて、でオートクリアもちょっと混ぜて拭いてみました。はい。で内装の色はこれ、まあボディが赤色なんで、赤色っていうか、まあ、ピンクっぽい色なんで、内装がこれファンデーションクリームとで、レモンイエローですね、レモンイエローを混ぜて拭いたんですが、こんな感じの色になりました。はい。でまたねこれからこういう細かいとことかね、内張りのこういうとこですね、まあこんなとことか手持つとこですねとかを色分けをしてみたいかなと思ってます。はい。シートもね、ダッシュボードもハンドルも、はい、その、レモンイエローとファンデーションクリームを混ぜて拭いてみました。はい。であとねちょっと時間がなかったんですけど、このワイパーとでグリルは一応ね、このこれまだサフのままなんですけど、この上に、まあ、シルバーですね、ファインシルバーかなんかをちょっと一回拭いてみようかなと思ってます。で、グリルはファインシルバー、まあ、拭いて、でこのまあこれねグロリアの方、僕はこれセドリックなんですけど、僕はこのグロリアのエンブレムを使って、グリルを使ってやってみたいかなと思ってます。はい。でこの中のね網状のとこですね、線入ってるとこは、ちょっとね筋彫りをして、で、黒のサフ、サフっていうか、流し込みのやつですね。はい。それを入れてみたいかなと思ってます。はい。で、これね、前々からちょっと色を拭いて、これ一応今のところガンメタなんですが、これにちょっとね、ピンクか赤かなんかのラメですね、オートクリアとそのラメを混ぜてちょっと拭いてみたいかなと思ってます。はい。まあこんな感じで、もう一回ねこれ今こんな感じで一応ね、ラメこの画面上では見にくいと思うんですけど、こんな感じですね。はい。ピンクにも見えたりオレンジにも見えたり、
赤にも見えたり、はい、こんな感じで今ね、屋根とこのトランクはこういう感じやったらオレンジにも見えたりとか、はい、ね、光の加減でこういう赤っぽいとかピンクとかそういう感じの色にも見えたりします。はい、でこれに、昨日のね夜吹いて、乾かしてたんで、もうこれ、はい、乾いてます。はい、でこの上に一回ねオートクリアだけを拭いてみたいかなと思ってます。今からね、ボディとこのシャーシですねは、オートクリアと、まあこれはラメとオートクリア拭いて、でこちらのボディの方は、クリアだけを拭いてみたいと思います。はい、であと内装とかねは色分けしてやってみたいと思います。でこのねクリアのパーツのこのテールのとこね、グロリアにするんで、このこっちですね、この下の方が、ブレーキランプ赤色ですね。で上の方がオレンジですね、クリアオレンジを塗り分けしてみたいと思います。はい、こんな感じでやってます。はい、今回もね、今年これ、2回目ですね。はい、この Y32 のセドリックの方ですね、それを色分けして、ボディと、シャーシと今回は、クリアを拭いて、内装とか部品とかを色分けをしてやってみたいと思います。また次回の動画ね、まあちょっと変わって、色とかもちょっとまだ綺麗になってるかなと思いますんでね。はい、ね、部品とかもつけていってやってみたいと思いますんで、次回の動画もよかったら見てください。はい、それでは今回はこの辺りで、この、Y32 のセドリックの方ですね、パート2ですね、はい、その紹介を終わらせてもらいます。はい、綺麗に作っていきますんで、またよかったら見てください。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。